これ冬いちごがとんでもない数ありますよ。半無限にある。しかもめちゃくちゃ大粒だわ。これこんな状態いい冬いちご初めて見たかも。このサイズだからね、普通のキイチゴサイズ。やばいねこれ。味いいからね冬いちご。甘っ。甘い。この葉っぱ全部冬いちごで。よう覚えとけよ、葉っぱ。これ。どこにでもあるっていうの、冬いちご。よう覚えとけよ。大事にせよ。冬に取れるんじゃけ、これ。ああ、鈴なりだな、そりゃ。鈴なりだ。やっぱこの色を見ること大事だよね。自然なものを取るのは。触ったこの柔らかさも人間の肌だとわかる。あ、柔らかいっていうのが。やっぱオレンジ色で硬いやつはまだ早くて。これは完熟。粒の大きさとかも。こういう葉っぱとかつるの生き生きした感じなのかとか、あんなのでもやっぱ美味しさとかがわかるし、かなり甘みが強い甘酸っぱい感じ、とても美味しいです。でこういう11月12月、まあ、1月ぐらいまでの真冬に取れるっていうのはすごいいいよね。でキイチゴ類の中でもある程度場所見つけてればすごい取れる。しかもどこでもある。こういう結構産地というか道際に、そのまま食べても美味しいけど、なんか生クリームの甘いケーキみたいな上にブワーッと敷き詰めて食べてみたい感じもします。冷凍しといたらいいだろうね。冬いちご大いに利用しよう。冷凍保存しておきます。そこから天井裏に登ってきて、ここ食事したりとか寝たりする一番大きな二部屋なんですが、これ天井の板4ミリぐらいだけです。ここ足乗せたら下まで落ちます。この辺りの断熱が一切されていないので、ホームセンターに売っているこのスタイロフォーム、これで断熱しようと思います。ここが今天井をやったとこの室内側です。
これがその天井板。こうやってちょっと動く。やっぱ4ミリぐらいしかこの板は厚みないんですが、前はこうやって触ったらひんやりしていたけど、今ひんやりしない。かなり断熱性あるようです。貼り付けるだけで簡単なので、またできるとこちょっとこの11月の間にやっておこうと思います。これで薪ストーブで炊いた暖かさが真冬にかなり保たれて全然違うと思われます。簡単断熱、家が簡単に作られているので断熱も簡単にやろう。この前ムキタケとナメコを人にあげて白菜もらいました。こんな感じで廊下のところで保存してみてるんだけど、涼しいから。うちの白菜、小さいうちに虫にほとんど食い尽くされたので大助かり。あとこれ大根ももらったんですが、ちょっと変わった大根、こんな赤くてすごい太いやつ。米の研ぎ汁で下茹でして軽くえぐみ抜きをしておきます。薪ストーブで家温めながら、ついでに料理とちょっと加湿。